ハイビア編集部の本田です。今日は、オーディオ評論家、鳥居和豊先生にお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。で、なぜ来ていただいたかというと、こちらのモニターオーディオシルバー 7G シリーズを、まあ、視聴の取材に来ていただいて、聞いていただきました。で、これの、どんな感じだったっていうのを、まあ、簡単にちょっとお話ししてもらおうかと思います。こちらは、去年、ブロンズ 6G っていうのがね、出まして、トールボーイからブックシェルフ、あと、イネーブルドとか、センタースピーカーとか、まあ、要はサウンド組める意識が出まして、それが6世代目で、この、今回発表された、シブラーバーは7世代目っていうことですね。はい。まあ、だいぶその進化のポイントとかも、あるようですね。はい。で、どういったところが特徴なのかっていうのを、まあ、簡単にお話ししていただいてもよろしいでしょうか。はい。はい。去年、出た、ブロンズの 6G。はい。これ、本当出来が良くてですね、去年も、去年から、発売してから話題になってたんですけど、で、それをさらにグレードアップした感じ。やっぱ、まあ、一つシリーズ上なんで、そうですね、表現力とか、音の良さをさらに、ワンランクアップしてきたのが、7G だなっていう思います。さらに、まあ、一番僕が感心したのは、低音の鳴り方で、低音の質は、モニターオーディオもともとすごく良くて、リファレンスで使ってるプラチナの302とか、ああいったところですごく低音の鳴り方がいいなと思ってたんですけれども、その良さにだいぶ近づいたと思いました。で、低音、特にこういうダブルウーファーとかで、まあ、大きめのフロア型の大きめのスピーカーでの低音っていうと、だいたいこのボディ感っていうのかな、ウッドベースのブインブインになるような弾力がある、あともう、すごくその、銅の大きさを、体感できるような、その量感っていう方のバランスと、あとそっちだけじゃなくて、そのローエンドの伸びであるとか、音階まで細かく出すみたいな、タイトだけれども、正確に出す低音っていう、の両端があって、で、まあ、どっちよりみたいなところでいろんな低音が出るんですけど、モニターオーディオは本当に中間で、本当にボディ感があって、リッチな低音なのに、よく弾む。で、音階もしっかり出るっていう、ものすごくその意味で、バランスもいいし、低音大好きな人には、お手本のような、楽しいっていうか、聞き心地、ごたえのある低音を出してくれるんですね。で、それがもう、もう、この300っていうのは上に500っていう一番大きいシリーズもあって、はい、まあ、2番目、シリーズとして2番目のモデルなんですけれども、それでもう、この、比較的そんなに大きくないダブルウーファーなんですけど、それでかなりの映画見てても不満なんないレベルのローエンドの伸びがしっかりと出るし、で、反応もいい。だから、もうアクション映画とか、もう、視聴ではちょっとゴジラ対コングを見てるんですけど、ああいうもう大怪獣映画の、もう重量級の映画で、もう全然不満なんないレベルで、もう、しかも気持ちのいい、もう、量感たっぷりで、まあ要するにもう百何メートル越すようなゴジラが暴れ回ってドガンドガン足音が鳴るわけですが、もうそこをもうボコボコじゃなくて、すごく締まった低音なのに、スケール感たっぷり、重量感たっぷりっていう音を出してくれました。ね、そうですね。この、まず、シリーズが300と、300 7G、はい、で200。はい。で、こちらセンターですね。うん、はい。で、イネーブルドスピーカーっていうのが、AMS っていうのが、はい、ありまして、AMS、まあ、今回、イネーブルドスピーカーを2ペア使って、300の上に、まあ、1つと、あと、サウンドバッグの上に、もう1ペアですね。はい。使ってみました。で、まあ、それでドルビーアトモスを、再生させて、で、ゴジラ対コングをね、見ましたね。はい。で、サランドではそんな感じでしたけど、2チャンネルだと、どういう印象でしたか？
はい、2チャンネルも、やっぱ低音、低音の魅力っていうのはあるんですけど、うん、それだけじゃなくて、はい、まず、やっぱ、関心するのは中広域の情報量ですよね。あ、ええ、まず300を聞いていただきましたね。うん、はい。で、300はさすがなもので、うん、で、定義が それだけ結構パワフルなっていうか、なんですけど、うん、それに負けないぐらいちゃんと情報量のあって、うん、しかも、しっかり、なんていうんだろう、まあ、情報量豊かで、音数が多い、もう、楽器の質感も、で、しかも、たくさんの楽器が一斉に鳴らすような時でも、混濁せずにクリアに出すっていうところ、そういう、まあ、ハイファイ的な実力がすごく高まっていくなっていう感じましたね。はい、あと、まあ、200だと、はい。200と100がね、それぞれ、聞いていただきましたけども、はい。200になると、やっぱりもう見た通り一回り小さくなるので、うん、ローエンドは、感触、ボディ感と、ローエンドの伸びであるとか、解像感の高さっていう良さは共通なんですけれども、うん、まあ、やっぱりローエンドの伸びはもうちょっと、こっちの方が下が出るっていうのはさすがにもうサイズに比例してちょっとその差はあるんですけれども、この低音のそのバランスの良さっていうのはもうほぼほぼ一緒で、うん、僕価格とか考えるとコストパフォーマンスで言ったら、すごくいいなと思いました。で、中高域が、低音がやっぱりちょっと、少しだけだから軽くなる分、中高域がよりよく聞く、よりしっかり聞こえるっていうか、バランス的にちょっと中高域のエネルギーが多めに感じる。だから、より楽器の音がいっぱいっていうか、あと楽器の音が鮮やかに聞こえるっていう、そういう意味でもバランスいいなと思いました。で、今度、最後っていうか、一番小さい、はい、ブックシェルフとしてはちょっと大きめなんですが、はい、まあ、100番、100のセブンジーになると、ウーファーとしては結構大きめなんですが、やっぱシングルなので、まあ、低音っていうのは、やっぱフロア型に比べると、低音のボトムの伸びっていうのは少し、やっぱりさらにもうちょっと低音って、そんなに、そんなに伸びないんですけど、でも音楽としては全然不足のないレベルで、うんうん、今低音が一番出る。で、それよりはちょっと、足りなくなる、うん。って言ったのは、映画の話で、まさにゴジラ対コングでバンバンに低音鳴らしてたんで、そういうレベルの話で出る、低音出る。で、結構十分出る。で、こっちでやると、ゴジラ対コングだとちょっと足んないけど、うん、そういうレベルの話なんで、はい、音楽だったら全然不満がないレベルでちゃんと低音は出ます。はい、それと、あと、こちら、カラーがね、いくつかあって、ブラックオークがこちら、ちょっと木目のね、見える感じ。ハイグロスというピアノフィニッシュがこちらですね。はい。あと、ナチュラルウォールナット。はい。それから、サテンホワイトっていう白いやつと、あと、アッシュという白木のタイプもあるので、視聴室、自宅のモデルルームとか、あとリビングでも置けるような感じで揃えてますので、はい、そういった仕上げもね、見どころですね。はい。はい。こんなとこです。こちらの、トリジニーさんの先生のレビューは、ハイビー2022年1月号に掲載されますので、はい、そちらを合わせてご覧ください。おまけですが、はい、鳥さん最近、テストで視聴してるのはどんなソフトなのかちょっと見せていただきたいですけど、はい。まあ、はい、基本的に僕は、いつも新しいのを比較的、発売されたばっかりのを買っているんですけど、はい、今回はですね、はい、音楽でもう、もうステレオサウンドで発売の ルパン三世のサウンド、はい、トラックの SACD、はい、これはやっぱり、ね、70年とか、まあ、はい、パート2の劇、パート2のサウンドトラックなんで、はい、まあ、とにかく、まあ、もうすごく、いい素材使って、音、はい、音質的にすごくびっくりして、これが良い、音が良かったんで、ね、使ってます。曲もかっこいいですよね。あれはね、もう永遠の、同年代のルパンをずっと見てきたファンの人はもう、愛情場になるアイテムです。わ、はい、かりました。で、あとはね、もう今話題の、はい、ガンダム、閃光のハサミ。閃光のハサミですね、はい。で、これ、僕も、劇場公開の時にブルーレイ手に入れて、はい、劇場でだけで入ったんでしょ？そうです、そうです。はい、
で、あの、ブルーレイずっと使ってて、まあ、あの、この UHD ブルーレイ版が、あの、今月の26だか8、うんうん、あの、まあ、月末に出るんですけれども、はいはい、ちょっとお先にね。そう。あのちょっとね、あの、ちょっとサンプルをいただいてるんですけど、あの、まあ、要するに、ブルーレイだけでいいかなって思ってたんですよ。うんうん、あの、ぶっちゃけると。はい、まあ、ブルーレイすごくあの画質良かったし、音質はトレビアートモスなんで、うん、あの、いいかなと思ったんですけど、いや見たら、ね。違います。やっぱり、あの、まあ、要するに 4K テレビとか、HDR に対応したディスプレイ持ってる人は、うん、やっぱり、UHD 版見たもん。あの有名っていうか、あのもう結構暗いシーンが多いっていうのはあのご存知だと思うんですけれども、暗いシーンがもっと暗いでもちゃんと見える